あれです。僕はダンス歴ね、ゼロなんですよ。1秒も練習したことなくて。で、そういうおっさんがいきなり、セカオバの、ダンスを、踊ったらどうなるか実験してみたいと思います。今後ね、練習していくんで、まず、ど初っ発、本当にガチで、一度も練習しません。ここに、VTR を用意したんで、真似して踊ってみたことを見ようと思います。どうなるのか。さあ、どうなるのか。いきます。ダンス初体験。すみません、超底辺 YouTube 超底辺の動画で申し訳ありません。今後ね、これを練習していこうと思いますんで、第2回は、練習歴2時間ぐらい経ってからかにした方がいいかな。で、音楽は歌っちゃおう、流しようそうかなと思ってます。著作権のあれがあるからね。はい、ということで失礼しました。今日が、2022年、7月の26日か、日曜日の夜です。バイチル。お粗末様でした。ソニー、帰るの。ソニーがね、相変わらずね、足が悪いんですよ。もう体力がない。前はね、木に登ってね、寝とったんだけど、もう今はそういう体力ないですね。よいしょ。